おはようございます。今日は2年前の2021年6月21日です。家の近くのアパート6時ぐらいから引っ越し作業やってて、ちょっとうるさいですね。うるさい。で、今日は、待ちに待ったコロナ新型コロナワクチンの第1回目の注射です。昼の2時からです。すごくワクワクしてやっと打てるんだっていう感じなんですけど注射がとても苦手で嫌ですね。それに加えて、注射を受けた人もとても痛くなったとか調子悪くなったとかっていう連絡情報をいただくんで、ちょっと嫌だなという感じです。でもまあ早く打ちたい。昨日は娘がワクチン1回目打ったみたいで、カナダの方でやっぱり打った後ちょっと調子悪くなったみたいな感じでしたね。ちょっと嫌ですけど、とはいえワクワクします。注射打ってきます。ワクチン注射を受けるために必要書類があるので、それを書くために、家族、息子と妻と僕とで、オフィスに来て書類を書きました。接種も終わって、その後ミーティングも数件終わって、今、18時ですね。ブランコの山田さんと軽く食事に行きたいと思います。ワクチン接種後あんまりね
お酒を飲みすぎると良くないということで、少しだけですね。で、8時から別件の打ち合わせ、福岡市がやっているなんだっけかな、エンジニアフレンドリーシティ福岡のミーティングをします。こんな感じです。しながら、会議に参加してます。エンジニアフレンドリーシティという福岡市さんの主導しているやつの打ち合わせです。オンラインでやってます。夜の10時になりました。もうそろそろシャワー浴びて寝ようと思います。ワクチン注射打ってる時はシャワー入っていいのかどうかわかんないんで、調べてから入りたいと思います。とても重たい感じがしますね、ワクチン打ったところ打った腕の方が、筋肉注射だからかな、ちょっと重たい感じがします。